はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア軍に際立つ混乱、精度低い空爆が倍増、司令官らを多数解任か。ウクライナ軍の高官は11日、首都キーウで記者会見し、ウクライナを侵略するロシア軍の攻撃手法の変化や部隊の現状について分析した。ロシア軍は空爆の回数を増やしているが精度は低く、司令官や将校の多くが解任されるなど混乱ぶりが際立つという。高官はロシア軍によるウクライナへの空爆が先週に比べて倍増していると述べた。ウクライナ軍がアメリカが供与した高機動ロケット砲システムハイマースでロシア軍の弾薬庫多数を破壊した結果、ロシア軍地上部隊の補給が混乱して進撃が鈍り、空爆を多用し始めた可能性がある。ロシア軍は軍事施設だけでなく民間施設も標的にしているが、攻撃機やヘリコプターはウクライナの防空網を避けて飛行しているため攻撃の精度は低いという。ロシア軍では侵略作戦が思うように進まない責任を問われ、作戦立案に携わった司令官や将校のうち 30% から 40% が解任されたか調査対象となっているとの見方も示した。兵員の犠牲が大きいため部隊構成も変化し、約 60% が短期契約の志願兵になったという。ウクライナ軍の別の高官は9日、地元メディアのインタビューに、ロシア軍が占領している南部ヘルソン州について年末までの奪還を目指すと自信を見せた。イギリス国防省は12日、南部クリミアの軍用飛行場で9日に発生した大規模爆発の影響に関し、ロシア軍はクリミアを安全な後方地域とみなしてきた脅威認識を見直すことになるだろうとの分析を明らかにした。このように報道されております。で、イギリス国防省は6月25日このウクライナ侵攻の作戦全体を指揮していたアレクサンドル・ドボルニコフ司令官の更迭を確認していたという報道がありました。その後6月26日アメリカの政策研究機関戦争研究所は、ロシア軍のウクライナ侵攻の作戦を統括する総司令官がゲンナジ・ジドコ軍政治総局長に交代したとの分析を明らかにしておりました。そして先ほどの記事の中で紹介されておりましたように、ロシア軍では現状作戦立案に携わった司令官や将校のうち約 30% から約 40% が解任されたか調査対象となっているとの見方、可能性も一部報道されておりまして、さらには兵員の犠牲も大きいため部隊構成も変化し、約 60% が短期契約の志願兵になった可能性、こうした見方も一部報道されております。ですので、もしロシア軍が現状そうした情勢であるとしますと、この短期間のうちに総司令官や作戦立案に携わった司令官や将校が責任を問われ解任などされているとしますと、ロシア軍はですね、軍隊としての手を、ある種なしていないように見えまして、こうした状況ではロシア軍は正常な指揮系統や作戦立案そして作戦実行というのが困難な情勢に直面している可能性があるように見えると思います。で、こうした中ですね、ウクライナ軍はですね、ウクライナ南部ヘルソン州などですね、ウクライナ南部とクリミアへの圧力を強めているように見えると思います。特にヘルソン州とクリミアの兵站弾薬集積所などのロシア軍の降下地目標に損耗を与えることで、ウクライナ南部に展開するロシア軍の孤立化ということを狙っているように見えます。クリミア半島にはですね、セバストポリにロシア軍黒海艦隊の基地があったりですとか、ウクライナ南部を占領するロシア軍の主要な補給路として利用されております。そこからですね、ウクライナ南部ヘルソン州などウクライナ南部に展開するロシア軍への兵站拠点弾薬集積所などに鉄道などを使って物資などが補給されているということがあると思います。ウクライナ軍はですね、こうしたロシア軍の補給の大元となっているクリミアのロシア軍の降下地目標と、クリミアからウクライナ南部に続くロシア軍の兵站補給路などを寸断する作戦を行っているように見えます。それは今までの経緯を振り返ると見えてくると思います。ウクライナ軍は7月30日ウクライナ南部ヘルソン市と対岸を結ぶ鉄道橋を攻撃し通行不能にしたと発表しておりました。その後ウクライナ軍の南部作戦管区は8月1日ヘルソン州のドニエプル川東岸にある鉄道駅付近でロシア軍の輸送列車を
攻撃し、砲弾システムや装甲車両、弾薬などを破壊したと発表しております。8月3日、イギリス国防省はウクライナ南部のロシア軍の支配地域で、ウクライナ南部ヘルソン市とクリミア半島を結ぶ鉄道が攻撃を受けて、一時的に使用不能に陥った可能性が高いとの見方を SNS で明らかにしております。そして8月9日、ウクライナ南部クリミア半島のロシア軍基地で大規模な爆発が起きました。このことに関しましては、アメリカ国防総省とイギリス国防省は次のような見解を示しております。ウクライナ南部クリミア半島のロシア軍基地で9日に起きた爆発について、アメリカ国防総省は12日の声明で、ロシア機と弾薬に大きな被害が出たのは明らかだと指摘。爆発の原因は不明だが、ウクライナの特殊部隊が関与したとの観測も出ている。イギリス国防省は12日、クリミア半島のロシア空軍基地で今週起きた爆発によりロシアの戦闘機8機が失われ、黒海での海軍の航空能力が低下したとの見解を明らかにした。損害を受けた戦闘機は航空部隊全体のごく一部だが、同基地は主要な作戦基地として使用されているため、黒海の能力に影響が及ぶと指摘した。基地の飛行場自体はおそらく運用可能な状態だが、周りのエリアは深刻な被害を受けたと分析した。こうした中、さらに次のような報道があります。ウクライナ軍、ロシア制圧域の供給路攻撃可能、弾薬庫を砲撃。ウクライナ軍は、ロシア軍が南部に進軍するにあたり重要なドニエプル川に架かる橋の近くにある弾薬庫を12日に砲撃したと発表した。ロシア軍の制圧下にある地域のほぼ全域にわたり、軍の供給ルートを攻撃できるようになったとしている。ウクライナ軍によると、ロシアが制圧している南東部ザポロジエ原子力発電所からドニエプル川を約130キロ下った地点にあるベセレの弾薬庫を砲撃。ベセレの近くには進軍に重要なカホフスキー橋がある。ウクライナ南部軍司令部のナタリア・フメニウク報道官は、ウクライナ軍はロシアの南部補給路のほぼ全てを攻撃できるようになったと表明。ウクライナはアメリカから供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースなどを使い、10カ所を超えるロシア軍の弾薬庫を攻撃したとしている。ウクライナ、南部で反撃強める、橋破壊、ロシア軍の補給に打撃。ウクライナ軍がロシア軍に占拠された南部で反撃を強めている。イギリス国防省の12日の戦況報告によると、南部ヘルソン州で主要な橋2カ所に攻撃を加えて使用不能とし、ロシア軍の補給線に大きな打撃を与えた。橋が使えなくなったことで、ヘルソン州のドニエプル川西岸への補給が困難になった。イギリス国防省は、西岸でこれまでにどれだけの物資を蓄えていたかが、ロシア部隊の耐久力を左右する決定的要因になると分析している。橋は州内のロシア兵数千人に物資を輸送する主要ルートになっており、武器弾薬の供給が滞ってロシア軍の孤立が深刻化する可能性がある。このように報道されております。つまりはこうした経緯を振り返って見えてくることはですね、これら一連のことでウクライナ南部ヘルソン州などに展開するロシア軍には兵站など物資補給が滞り、なおかつですね、同時にウクライナ南部にあるロシア軍の兵站拠点、弾薬集積所など高価値目標が数多く破壊されていることから、ウクライナ南部のロシア軍は今後孤立を深める可能性が出てきているのではないかと思います。こうなってまいりますと、ウクライナ軍としてはウクライナ南部において無理に今大規模な反転攻勢をかけて進軍するということよりも、ある種ロシア軍に対して、兵糧攻めですねのような形をとり、ロシア軍が弱体化するのを待ち、そこから一気に大規模な反転攻勢、そうした作戦を行い、ある種弱体化したロシア軍部隊を一網打尽にしていくというようなことを含めたですね、ウクライナ南部奪還作戦を行うという作戦に出る可能性があるようにも見えてくると思います。他方、ウクライナ軍がそうした大規模な反転攻勢に出るためにはですね、さらなる西側諸国からの軍事支援ということも重要なポイントになってくるのではないかと思います。こうして見てまいりますと、ウクライナ情勢は現状攻守が逆転し、今後はですね、ウクライナ軍が攻めの姿勢に転じていく、そうした情勢も見えてくるのではないかと思われます。これは今後の状況を見ていく必要がありますが、現状そうしたことも考えられるのではないかと思います。で、やはりですね、ゲームチェンジャーはハイマースであった可能性が高いと思います。これで戦局は完全に逆転した。6月23日、ウクライナのオレクシー・レズニコウ国防相が、ハイマースがアメリカから到着とツイート。
同月25日から実戦配備。6月29日、ウクライナ軍が黒海西部のズミーヌイ島を奪還。ウクライナ軍はアメリカが供与した地上配備型対艦ミサイルシステムハープーンでロシア軍の補給艦を攻撃。7月15日、レズニコー国防相が初の MLRS が到着。戦場でハイマースの良き友になる。敵に慈悲は与えないとツイート。提供国は明らかにせず。7月19日、ウクライナ軍が南部ヘルソン州でドニプロ川のアントニフスキー橋を攻撃。ロシア軍は2月、この橋を通ってクリミア半島からヘルソン州に侵攻。ロシア軍の重要な補給路。7月23日、ウクライナ軍がヘルソン州でドニプロ川の支流であるインフレット川のダリョフスキー橋を攻撃。7月24日、ウクライナ軍がヘルソン州でカホフカ水力発電所ダムの橋を攻撃。7月25日、レズニコー国防省がウクライナ国営メディアにハイマースで50カ所のロシア軍の弾薬庫を破壊した。ロシア軍の兵站を遮断し、ウクライナ軍に激しい砲撃を加える能力を奪うものだと発言。ヘルソンにおけるウクライナ軍の反撃強まる。7月31日、ウクライナ本土から約 170km 離れたクリミア半島セバストポリ市にあるロシア黒海艦隊司令部が改造ドローンによって攻撃された。ロシアの海軍記念日に予定されていた祭典が中止に追い込まれる。8月9日、ロシアが占領するクリミア半島の先軍用空港で複数の爆発が発生。ロシア空軍の戦闘機9機以上を破損、破壊した。ロシア空軍がウクライナを空爆する出撃拠点だった。前線から最短でも 200km 以上離れており、ハイマースから地対地ミサイル、MGM-140、ATACMS、射程約 300km が発射された可能性が取り沙汰される。8月10日、ウクライナ軍がヘルソン州でドニプロ川のカホフカ橋を攻撃し、通行不能にする。8月11日、ベラルーシの2つのテレグラムチャンネルが、ウクライナの国境から約 30km 離れたベラルーシ南東部ホメリのジャブラウカ軍用空港近くで夜、少なくとも8回の爆発音が聞こえ、閃光が見えたと伝える。この空港もウクライナ空爆の出撃基地だった。クリミアのロシア軍の先軍用空港の件について、西側軍関係者はイギリス紙フィナンシャルタイムズに、グランドスラム、スポーツで主要大会の優勝を独占することと、ゴルフのホールインワンと終了間際の逆転ゴールを合わせたぐらい、と語っている。ウクライナ内務省の元顧問ビクトル・アンドルーシブ氏はテレグラムに、射程200キロから300キロメートルのミサイルはすでに我が国に配備され、使用されている。今日クリミアで起きた爆発はその証拠だと投稿。ウクライナ軍高官はアメリカ紙ニューヨークタイムズに、もっぱらウクライナ製の装置が使用されたとだけ述べた。9日のクリミア半島のロシア軍軍用基地で起きた大規模爆発と、11日ロシア軍が攻撃拠点として使っていたベラルーシ南東部ゴメリ近郊の軍用基地での爆発の2件について、ウクライナ政府は公式には関与を否定しているが、ポドリャク大統領府長官顧問は技術的な事故が多発していると述べ、ウクライナが奇襲攻撃を行っている可能性を示唆した。9日のクリミア半島のロシア軍軍用基地で起きた件について、民間調査機関ベリングキャットの設立者エリオット・ヒギンズ氏は連続ツイートの中で謎解きに挑戦している。ミスしたように見える衝撃の痕跡がない。彼らは非常に正確な武器を使用したか、非常に幸運だったかのどちらかだ。ロシアが1日でこれだけの航空資産を失ったことは最近の記憶にない。ロシアはウクライナがロシアのタマン半島とクリミア半島を結ぶクリミア大橋で同様の攻撃を行う能力を深く憂慮しているはずだ。空港にできたクレーターの幅を測ってみたが、20メートルから25メートルはありそうだ。かなり大きな砲弾ということだろう。このように報道されております。こうした中、ロシアプーチン政権が今回のクリミアのロシア軍基地の件に関しまして、ウクライナ軍に対しまして強力な対抗措置に出てくるかと思いましたが、未だですね、そうした兆候は見えていないというふうに見えると思います。で、その背景にはいろいろあると思いますが、一つにはロシア軍側の軍事物資が枯渇し始めている可能性があるのではないかと思います。アメリカシンクタンク戦争研究所は12日、ロシア大統領府が国内の軍需産業に休日を返上して兵器製造を行うよう号令をかけたと分析した。ロシア最大の戦車製造工場が欧米の経済制裁で経営難に陥るなど、計画通りに兵器が製造できないケースも出ており、政府は支出を増額して支援する方針だとしている。このように報道されております。ただですね、いくらロシア政府が支出を増額して支援してもですね、半導体など
あらゆる部品が西側諸国の経済制裁の影響を受けて入手困難である以上、まあ、その支援というのも限界があるというふうに見えてくると思います。ですのでこのままですとウクライナ南部に展開するロシア軍はウクライナ軍によって橋や鉄道など重要な補給路や退路といったものが寸断されている状況というのが出てきていると思われますので、なおかつそうした中ロシア軍の兵站物資などが枯渇していくという状況も同時進行しているということもあるように見えますので、そうした中ウクライナ南部に展開するロシア軍は補給も撤退もできない情勢の中軍が弱体化し、そうした中ウクライナ軍による大規模な反転攻勢を受ける可能性、そうしたことも可能性として出てきているように見えると思います。ウクライナ軍の高官が9日地元メディアのインタビューにロシア軍が占領している南部ヘルソン州について年末までの奪還を目指すと自信を見せたのは、そうしたですねウクライナ南部に展開するロシア軍の兵站や物資が、まあ、ある種ですね枯渇する状況を待ち、今ウクライナ軍としては無理に進軍せずある種の兵糧攻めというような形でロシア軍が弱体化するのを待ち、ヘルソン州などウクライナ南部の地域の奪還を考えている可能性を示唆している、まあ、そうしたですね可能性もあるかもしれません。いずれにいたしましてもウクライナ南部をめぐる情勢はこの年末ということを一つのタイムライン軸として重要な局面に差し掛かっているように見えます。ウクライナが平和を取り戻し、西側諸国が一致団結しウクライナを支援し、ウクライナの平和と国際社会の平和秩序を守る、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネルネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。